はいいい始まりままりししした給与明細チチャャンンネネルルでですす毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は東京都の看護師派遣9年目31歳の方の給与明細です仕事内容は感染症ワクチンによる副反応の相談センター必要な資格やスキルが看護師の免許勤務時間が1日8時間で残業は月当たり15時間収入が月収26万年収350万 えー、こういった感じの仕事に就きたい方へのアドバイスとしてはタイミングが合えば働けます、えー、知識がなくても勉強する時間もあるのとスタ、えー、サポートスタッフやマニュアルもあるので安心ですで給与明細です、えー、派遣なんで時給なんですけど、えー、基本給みたいな感じが、えー、23万7600円で、えー、時間外2750円 交通費と特別手当がついて総支給が26万176円そこから控除が引かれて手取りが21万1676円になっていますえであれですね今回紹介したのは多分コロナワクチンの副反応相談センターなんですけど意外にも看護師の派遣社員とかがやってるみたいですでマニュアルもあるってことなのでやっぱり あれですね、定型分的な開始が来るんじゃないかなっていうふうに思いました、えー、やっぱ看護師時給高いので、えー、すごいですね今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします